どうも、おはようございます。山次郎です。今日は僕の一日をちょっとご紹介したいと思います。それでは行きましょう。どうぞ。取材かなんかですか？そうです。密着ですか？密着です。お願いします。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。おはようございます。美容師の一日を。美容師の一日。サンダルじゃない？はい。暑いね。なんで僕だけドアップなの？じゃあ今日も一日よろしくお願いします。お願いします。掃除。YouTube のアカウントです。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。お疲れ。疲れたの今日は。あ、そうですね。忙しかったです。今日久々に忙しいです。はい。食べましょう。ご飯食べるよ。シャンプーは髪の毛を洗うと思ってはない。あよろしく。お願いします。はい、今仕事が終わったので徒歩で帰ります。お店も家から5分ぐらいの場所なんで、もう本当に歩いてね、もう毎日毎朝通勤がすごい楽なんですけど、歩いていつも帰ってます。だいたい帰宅はいつもこの
10時45分ですけど、そのぐらいの時間が多いですかね。あまりこう日付が変わるとかもうほとんどないんですけど、11時ぐらいまでにお店出るようになってるので、どんなに遅くても12、11時とかそのぐらいに帰宅してます。で、今日は日曜日だったんで、毎週練習会やってるんですけど、今日は面談の習慣だったんで個人面談しましたけど、だいたい日曜日はこのぐらいの時間が多いですかね。はい。で、これから帰って、夜は僕 DM 書いたり、インスタグラム更新したり、また YouTube の編集したり、いろいろ残ってるんですけど、それを終わらせてから1日が終わる感じですね。はい、じゃあ家に戻ります。はい、今だいたい12時20分ぐらいですね。だいたい家に帰ってきて YouTube の編集だったり DM 書いたりインスタ作ったり、あとはブログ書いたり、いろいろやることやって、だいたいこの12時過ぎぐらいに、これからお風呂入って、寝る準備して感じで1日が終わりますね。だいたい寝るのが1時過ぎとか2時、1時半とかかな。で、ベッド入って僕は好きな YouTube、 自分のね好きな YouTube 10分20分見て寝る感じになるんですけど、だいたいこんな感じのルーティーンで、今日はお客さん8人ぐらいだったかな、8人ぐらいやって、まあなんとなくこんな感じです。1日だいたいでしたね。まあ今日のこの動画は一定数のユーザーにしかきっと需要はないでしょうけど、まあ、こんな感じで僕は1日を過ごしております。はい、もう僕もうほらもう21分ね、こんな時間になっちゃったんで、もう今頭が全然働いてないんですよ。眠くて僕夜更かしできないんですよ。全然夜更かしできないから、もう12時過ぎちゃうと本当に思考停止しちゃうんで、作業がね全くはかどらないんで、もうさっさと寝て朝やるタイプです。はい、というわけで今日も最後までご視聴ありがとうございました。またね、明日から張り切っていきましょう。それではおやすみなさい。